皆さんこんにちは、徳田圭です。前回引数と戻り値についての説明をしました。もしまだ見ていなければ概要欄の方からぜひ学んでみてください。関数とは一連の処理を行ってくれる機能部品、引数とは関数に渡す材料、戻り値とは関数から受け取る結果でしたね。前回の動画の中で引数戻り値はなしでも OK という説明をしました。引数や戻り値がない場合とはどういうことかというイメージがあの動画だけだと少し分かりづらかったかなと思いましたので、今回はその部分を補足説明していきたいと思います。例えばお使いをしてくれる関数があったとします。この関数は買い物リストを渡すとリストの内容通りに買い物をし、買ってきたものを依頼元に渡してくれます。この場合は買い物リストが引数、買ってきたものが戻り値ですね。しかし例えば毎週決まった日用品の買い出しに行く場合などは買うものが毎回同じなので、特に買い物リストを渡す必要はありません。また買ってきた後もわざわざ依頼元に渡さずに倉庫などを所定の場所にしまっておいてくれれば OK という場合もありますよね。こういう場合が引数なしや戻り値なしといったパターンになります。呼び出し元からは関数の実行を指示するだけで OK ということですね。実際の例としては、例えば PHP の標準関数の time などは引数がない関数です。time 関数は実行すると現在の時刻を返してくれます。この処理には特に引数は必要ありません。また、echo などは戻り値がない関数です。echo は指定したデータを画面に表示してくれるという関数ですが、画面に表示して終わりなので、特に何も返す必要はありません。ただし戻り値に関しては大抵の場合は処理結果として何かデータを返さないまでも処理が成功したのか失敗したのかという結果だけは報告するようになっているため、戻り値がないというのは稀なケースになります。引数や戻り値がないケースもあるということを覚えておきましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウをお伝えしています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。